どうもムロです。こんにちは。前回コインケースを作りましたので、今度は撮影でカードケースを作りたいと思います。こちらです。ロングウォレットタイプで、パッと中を開けるとね、カードとあとお札が入る形になってますので、これも構造がかなりシンプルなので、初めての人でもまず最初にお財布の構造を理解するのになかなか便利なものだと思います。で、実用性もあると思いますので、でコインは入らないんですけど、コインは別にして、カードとお札だけにすればこうとてもスマートで薄いと思いますので、なかなかこれも実用的じゃないかなと思います。パーツも少なくて構造も楽ですので、 4,5 時間ぐらいとかで始めてても完成できると思いますので、どうぞ作ってみてください。では作成動画どうぞ。では、ロングウォレット札入れを作っていきます。型紙は、4種類で、本体とポケットが、はい、こちらのご覧の通りで4種類のパーツでできています。では、こちらの型紙を革に移していきます。その前に、革が少し曲がってますので、なんで先に床面を磨くと少し平らになりますので、先に磨きたいと思います。今回床ノールを使います。で、床面が磨き終わりました。毛羽立ちが抑えられてツヤツヤピカピカしてます。財布の内側のパーツです。今回は、きなりの担任なめしです。厚さは 1.2 ミリぐらいですかね。で、これの裏側も、床ノールなどで磨いていきます。内側パーツも床磨き終わりました。ツルツルピカピカです。手側にしてパーツを毛がいていきます。はい、毛がき終わりました。で、次は、カットしていきます。パーツの切り出しが終わりました。今回は、お好みでいいんですけれども、パーツを型紙通りにカットしてもいいんですけども、本体ですね、本体の外枠からはみ出るパーツの分は、少しわざと残します。こういう感じで、ね、こちらのパーツはここの部分とここの部分を型紙の線よりもちょっと多めにはみ出して、で、貼り付けした後にこの外枠の茶色い革の大きさにカットしていきます。ちり落としと言います。
でこちらのパーツはここはこのままカットなんですけど、こっちのね外側の部分だけわざと少し多めに残しておきます。でポケットの土台の方もこれもここはそのまま切って、あとのこの外周のところははみ出る分なのでわざと多めに残して一番最後にカットします。もちろん、型紙通りにカットして全部貼り付けてヤスリ等で、削って合わせてもそれでも構いません。カットが終わりましたら次は内ポケットを作っていきます。まず仕組みなんですけれども、土台の上に、この T シャツ状の形のやつがまず最初に2枚こう重なって、で最後にこのポケットの3番のパーツが一番最後に上に乗っかって、でこうステッチをして、ここがカード入れになります。と磨くことができないここと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 のパーツを、床ノールなどでヘリをきれいに整えていきます。で形とかがこうカーブとか気に入らないときはヤスリなので最初に削って形を整えてから床ノールでコバを磨いてください。コバ磨きが終わりました。ここですね、ここの際の上から1個目のピンのところから下を荒らしていきます。であとこちらのパーツは裏を貼り付けるので、裏のこの出っ張った部分の両端をのり付けするので荒らしていきます。ではこの荒らした部分に糊をつけます。ゴム糊です。はい、糊をつけたらあと乾かします。手に糊がつかない程度に乾いたら先ほどの線に合わせて貼っていきます。で荒らしたことによってピンが、消えてしまっても、一番上を合わせてあと徐々に下に貼っていけばピンが消えててもさほど問題はないです。一番上の面だけ土台のパーツと水平になるようにだけ気をつけて貼ってください。で貼り付けましたらこちらの下を3ミリ線を引いていきます。で下を、穴を開けて縫っていきます。なんですけれども注意点がありまして、真ん中は、縦にステッチをかけますので、真ん中のところだけは縫わないようにしてください。なので、縫うときは、でしかもここの際のところも飛び越えて縫わないようにして、少し開けてここからスタートして真ん中を省いた位置のここからここまでとここからここまで2箇所を、2箇所こことここを縫っていきます。真ん中は縫わないでください。はい、で縫い終わりました。はい、こういう感じでね、今回は表からこれ見えないので、時間短縮のためにちょっとミシン使っちゃったんですけど、手縫いでやってください。真ん中は縫わないで
端と端だけ、これね、2箇所ここと、ここで一番際のところは縫わなくていいので、少し省いてこっからここまでと、こっからここまで縫ってください。あと、縫った糸が浮き上がると、表から見えてしまうので、こう跡がつくので、ハンマーの上で叩いて目を寝かせてください。で、次のパーツもくっつけます。はい、でここも同じで下3ミリ線引きます。ここも縫っていきます。でここも同じで真ん中は縫いません。はい、縫い終わりました。でこちらも、縫い目を落ち着かせますね。叩いて、ね、はい、で次はこちらのパーツです。でこちらのパーツ、チリを残した場合は裏を磨くときに、4ミリ線、描くのが難しいと思うので、荒らすのが難しいと思うので、その時はこう型紙を当ててですね、こう型紙で線を描けば、この線から内側の4ミリを荒らして縫い付けをします。はい、でここでも貼り付けます。コツは各パーツが平行になるように気をつけて貼り付けてください。はい、でこのパーツは、まだステッチしないので、あっちゃくだけしてください。でこれで完成しました。でこれをもう一つ作ってください。で、作りましたら、今度はここ真ん中を縦に縫っていきます。長さが、200ミリなので、真ん中の10センチ100ミリのところで、はい、ここですね。ここでピンを打ちます。で、下も、はい、打ちました。で、ここを大体でいいので、縦線を描いていきます。目安となる線、ね、はい、でこれ穴開けして縫っていきます。穴開けの注意なんですけど、まあ分かると思うんですけど、段差のところなんですけど、段差のここの皮のところは目打ちで切って裂けないようにしてくださいね。こっからここまでこう飛び越えるような感じで、こっからピョンとこう飛び越えるような感じで穴を開けてください。穴開けが終わりましたので、ここを縫っていきます。はい、縫っていきます。手縫いは基礎講座の動画もありますので、そちらも参照してください。ここのところは、スタートなんですけども、力が一番かかるところなので、必ず2つ2回縫ってくださいね。縫い終わりは2目戻します。こんな感じです。で、もう一個同じの作ります。はい、で、こう財布のポケットらしくなってきましたよね。そろそろ仕上げの方に入りますね。で、本体の革、
なんかツルツルしてるからどっちが表だか分かんないけど、こっちが表ね、こっちが裏でしたね。でこれをこうね貼っつけていくと、まあ、財布になります。ポケットパーツ2を用意して、でこれをね合わせて、あらす位置、盛り付けする位置を毛がいていきますね。合わせてここですね。このところ5ミリ程度、ちょっとこう後だけつけていきますね。こっち側の反対側、こちらのポケットのパーツもチリを残している場合なんですけど、どの位置を荒らしていいのかがわからないので、このねポケットパーツの裏をこの型紙で書いていきます。4ミリほどパーツを端っこ荒らしていきますね。で本体パーツも先ほどやったのり付けの位置をこうくるっとね、この字型に2箇所4ミリほど荒らしていきます。はい、で先ほど荒らしたところを全部ゴムのりをつけていきます。のりは薄くつけてください。で、パーツをくっつけていきます。いよいよですね、財布らしくなってきました。次はこのわざと大きくしたチリを落としていきます。チリをなくて、型紙通りのサイズにカットした人は、段差などをヤスリで削って、整えてください。あとこの外周を塗っていきます。穴開け終わりました。あとこの周りを塗っていきます。
縫い終わりました。で、あとはヘリを落として気になるところはヤスリがけをしてコバを磨いていきます。磨き終わりました。これで完成です。はい、これであと半分に折ると出来上がりです。ついでお札とカード入れが完成しました。はい、完成です。はい、出来上がりました。作ってみてどうでしたでしょうか。こう初めて作っていくとポケットのパーツ一つ一つこう組み合わせていくのがまずでパズルのような感じで、こう組み上げていくのがちょっと楽しかったんじゃないでしょうか。でこれ作っていくと、なんとなくこうあお財布ってこういう感じの構造でできているんだなっていうのが少し理解できると思います。これに今度前回作ったような、こういうねコインケースの形状のものとかをこう組み合わせることによって、コインとお札とカードが入る財布が出来上がると思います。なので構造を理解するために、まずコインケースとあとこちらのね札入れなどを作ると、とてもいいんじゃないかなと思います。ではどうもご視聴ありがとうございました。